2024年11月10日、遠くにこんなスレが立った。変化する結婚観、年上好き、令和男子、妻に経済力求める。恋愛において女性にも経済力は必要？早速スレを見ていこう。少子化が止まらない。今年1年間の出生数は初めて70万人を割る可能性がある。日本においては結婚する夫婦が増えなければ少子化のトレンドは反転しにくい。変化する結婚観を踏まえ、新たな政策のヒントを探る。妻が年上の夫婦は増えている。厚生労働省の人口動態統計によると、2023年に結婚した初婚同士の夫婦のうち 24.8% は妻の方が年上だった。1970年、10.3% から右肩上がりで、過去最高を更新し続ける。年上好き令和男子、経済力求める。昭和の記憶は薄れ、平成も過ぎ去った。令和の今、結婚観は変化している。夫は年上、妻は年下、結婚は勢い、夫婦は添い遂げるもの、こうした価値観は当たり前ではなくなった。少子化対策をより難しくする一因となる。アラフォーのナースと結婚すら経済的には安泰。でも、性格きついの多いよ。そりゃそうだろ、周りもみんなそんな感じ、ジジまでそうなってる。経済力がないぶら下がり女と結婚したら人生積む。そこに人間としての愛はない、動物としての物質的価値観あるのみ。犬猫ですら手間暇かけて世話を焼いて、飯を食わせてやれば尻尾を立てて抱いてくるだろ。人間も動物の側面があるから似たようなもんじゃないか。若いツバメの場合は尻尾を振るおっ気にさせて、ゴロゴロ言いながら懐くんじゃないだろうか。要は海種姉さんの手間暇かけ具合が勝敗を分ける。私はジェップのヤンフじゃない。オスもルックスのいいペットしか生き残れなくなってきたな。ちゃんと最後まで養えるなら女主人でいいんだけどさ、男と違って金持ってて仕事できても結婚相手を養わないじゃん女は。紐は女が40なる前に逃げる。記事とは逆なのが現実なのね。マスゴミは現実以外の内容しか報道しない公害。アラフォー女よかったな。チャンス到来や。資本主義のせい。お互いに、金しか見なくなってる。順調に人類の家畜化が進んでいるなと実感するわ。そうよ。富裕層が遊んでいる間にも、寝ている間にも、家畜たちが稼いできてくれる。貧困層は、よりマシな奴隷になるか、犯罪者になって奪うか、若い体を差し出して近づくしか抜け出す手はない。そういう支配構造を富裕層のジジたちが作ってる。稼げない女は劣等し。男はそう言われ差別されてるね。おいちゃんと養えよババア。家事は男がやる。女は目いっぱい働け。そして産めないなら離婚だ。わかったか。30超えたら子宮摘出になるかもしれんぞ。昔、取引を便利にするツール、今、人間を支配するツール、信用創造なんてものが発明されてからこの傾向がすごいことになってる。ある程度稼げるようになったら、旦那、自分の子供が欲しいんだよね。恥ずかしい国になり下がったもんだ。大体フェミニストととよくとマスゴミのせいかな。情けない男ばっかし。フェミニストの言い分を何十年も日本社会が聞いて実行してきた結果じゃん。結果はそうしかならんよ。男らしく生きようとしただけでフェミニストととよくとマスゴミが自殺に追い込む勢いでいじめられるのが日本社会の実情なんだから。男らしく生きてるけど人生労働以外順風満帆だわ。お前どんな人生なん？宮廷駅弁同士、国立理系、医学部も、同士、エリート同士、F ラン偏差値55以下高卒同士、が結婚することが増えて、早計マーチ同士で結婚すると妻のがはるかに賢いから離婚、が増えている。年下とかありえんわ。考え方は小学生以下。口だけ一人前。中身は半人前以下。おばさん男。一つだけ絶対に言えることがある。いくら結婚しない若者が徐々に増えてきてるとは言っても不細工だけは絶対に結婚しておけ。これは鉄板だと思う。そこそこイケメンなら結婚しなくても、そういう生き方を選んだ人なんだで哀れまれないけど、不細工で結婚してない、イコールできないは致命的。どんな言い訳したって会う人会う人、ああこの人の顔じゃ結婚なんて無理だよなと確実に、初見から内心で見下されて哀れまれ、舐められてるから、最初から舐められているという時点で対等ではないしビジネスとかでもうまくいくわけない。不細工であればあるほど、既婚ですという肩書きは大きい。不細工は多少性格が悪くても綺麗な女と結婚しておくといい。それだけでコンプレックスは解消されるし人より有利な立場で会話ができる。この、美人な嫁がいるという肩書きは何よりも強いから。ドンファンオツ。これぞ真の男女平等やな。問題は女と違って男は屈性ババアの奥っこでは勃起できないところ。多く金を持ってる奴が偉いという、富裕層に都合良すぎる価値観が作られてる。こんなの中世と何にも変わってないじゃないの、バカみたい。これから破談症の時代だわ。21か25まで月10万で勇敢マダムとママ活やってた俺が断言する。確かに周囲に、年上ナースプラス年下イケメン低スペック男の夫婦が多い。
完全にペット状態、お小遣いが月1万円とか。昔テレビでおばさんジョイと若い夫の夫婦がテレビに出てたのが印象あるわ。誰か画像持ってねえかな。男には自分の世界がある。例えるなら、空をかける、一筋の流れ星。貧困層は手塩にかけて、富裕層の時事に差し出す子供を育てなきゃならないのよ。ふざけてるよね。韓国人は大規模整形ありき、就職前、結婚前、日本人では必死なナースがドクターにお色気作戦。野球部マネージャーになってお色気作戦。たったそれだけで一気にクラスアップできる恵まれた世の中が不満か？血筋が価格だと、階層固定された社会をお望みか？血ヘド吐きながら何世代もかけて階層を上げるのが好きなんか？建前では下克上できるようになってるけど再び階層固定が強固になっていっているのが資本主義が進んだ現代なんだな、これが。下克上じゃない。富裕層のお気に入りだけ稼ぐ権利が与えられるだけ。資本家市場のお気に入りが儲かる。両立すれば、もっと儲かる。儲けを気にしないなら好きなことしていい。このシステムに気に入らない点でもあるか？汚い部分を見せずに綺麗事語ってんじゃねえよ。可愛くて経済力のない若い女は、パパ活、愛人、飲食風俗。可愛くて経済力のない若い男は、年上女に養われる。結局、可愛くもない若くもない経済力もない男と女は、地獄。これが美しい国日本。まあそうなるわね。同じこと言ってたからね。つまりママ活やな。芸能界も、ペットショップって呼び方変えたらどうなの？もう、そんなにママとしたいの？ナースは無理、性格きつすぎて。薬剤師がいいな。ババアは経済力もそうだけど、すぐさせるおさせだからね。ボーイもババアと結婚までは考えないけど、金がかからず遊びでできるという意味では利害が一致している。東大生の親の平均年収がどんどん高くなっていっている。男が女に求めるのは若さと美貌、女が男に求めるのは金。今までずっとこれだったのに、最近の若い男は情けないな。男が子供産んで育児家事するなら金出してもいいけど。博士号持ちの研究者がいいな。女の職業と、性格の傾向、看護師、性格きつい、人を人として見てない道具扱い、高校教師、メンタル病んでる、対人嫌い気味、銀行、ひたすらケチくさい。年上ババアは年取ったら後悔するだろうね。ババアに夢や希望を持たせるのはなかなかいやらしいな。看護師は経済力あるけど、性格やべえからやめとけよ。看護師ってだけで性格が統一されてるわけないよね。看護師の学校のホームページ見てたら、その綺麗な志に心が現れた。看護師って患者から、看護師さんって敬われるか、ドクターから、看護師風情があって蔑まれるかの二極の環境で日々仕事してる。だから敬う態度をこっちに望んでくるし、からかうだけでもすぐ切れる、重度の更年期障害ババアが大量生産されてると思っていい。ということは、手取りを増やして生活に余裕を生み出そうとしている国民民主党の政策は正解ってことだ。その前に PFAS 水質汚染で、不妊リスクが男女問わず明らかになるかもしれないから、出身地や育った土地にご用心、報告期限とっくに過ぎてるんだから早く発表してもらわないと。看護師や看護学生に夜食多いのはガチ、特に可愛い子はな、犬も歩けば棒に当たるレベル。お金持ちさんでも、育った場所の水質によっては、汚染されてる可能性あるからね。血液検査重要だよこれからは。PFAS については懸念を言っているだけだから、真に受けるかどうかはお前ら次第だけどね。同じ育てる苦痛なら日本人は絶対に選ばない。子供を産み育てたいならリアルにリスクは考えた方がいいよ。だから環境省と国土交通省の発表を首を長くして待っているんだが、それによって考え変わるかもしれないからね。お医者さんにとっては不妊治療で儲かるから都合いいかもしれないけどね。一番いいのは経済力ある女と付き合ってできちゃった婚だろうね。少なくともハズレではないね。男女ともに。お金があって学歴あっても、結婚不適な時代が来るかもね。所詮時代によってお金の稼げる職種なんて変わっていくんだから。男は多少イケメンなだけでは食えないから、それもいいんじゃないか。若い一物捧げる対価に、養ってやらないとな。令和男子、年上の高級求む、昭和平成女子、主婦。ないわ、ダメじゃん。紐になりてお世話してもらえてってことでしょ。男女平等だから共働きで稼がんとな。年上で稼げる有能で性格きついと言っても、女は弱いんではないかな。そこを支えるんだよ。多分。平均までカウントダウンみたいな中途半端な35から45くらいのマン様が、20代くらいのやりもくとそうなって、若いツバメを捕まえた気になってるんだよな。実際、向こうは全然遊びどころか性欲処理としか思ってないのに、それを気づかないは気づかないふりをしている、重い女と思われるんじゃないかと結婚を切り出すこともできないし、いいように使われてる。わぁ、いつの時代の話？栃木とか鳥取とか大阪とか岩手四国熊本駅だとそうなの？私立病院で働いてるけど、8割のナースが性格きっつい、喫煙者も多いし、でもうっとり天然もたまにいる、
個人病院で夜勤なしのナースなら、そこまで性格きつくないかも。これは婚活サービス会社の罠だな。金。まあ闇バイトよりははるかにマシだしいいんじゃね。もう北とか南とか栄とか浜とかも、くっそダッサよな。ここの連中は安スナックで時止めてちゃってるから。現代の東京ではみんな林真澄みたいに適応済みなの？アラフォー姉さんたち大チャンスじゃん。金があれば若くて息のいいカチカチチッポが手に入る。お前らお母ちゃん離れできないから、嫁もお母ちゃんみたいに自分の世話させて、家では、お母ちゃん今日のご飯は何？とか、言っているんやろ。男が本当に大人になったら野生になっちゃうから、女性が男の子に留めておくのが文明社会。年上妻になら経済力も止めてもいいんじゃないか。年下妻を働かせてるアホは論外だが。若いのが金になるんだろ。散々働かせてきた奴らがよく言うわ。究極の男は年上の男を求める。もう最近のガキはダメだな。セクスも弱い。派遣やバイトの女は、結婚しても働くと言いながら男を騙して、結婚したら仕事を辞めるのがほとんど。正社員の女と結婚しろよ。BM みたいなゴミ会社のクソゴミ営業正社員なんか派遣の女当てがうので十分。無能馬が発狂。まあ求めても無駄なんすけどね。男は能力が下の女を養うけど、逆はないから、男がいくら望もうが専業主婦が増えない理由、養う性である男と養われて寄生する性。きちんと働いてない女は、人間性にも問題があって職場に溶け込めないのも要因。そんな人格破綻者を避ける意味でも、正社員で働いてる女と結婚した方が安全。でもまあ、メリットもあるんじゃないか。年上姉さんに何でもかんでも、イエス、マム、バブーって言ってや、トラブルも少ないだろ。姉さんにとっちゃふにゃちん同世代から年上より、カチカチチッポも手に入って、夜も満足だろうし、互いにトラブル少ないだろう。金さえあれば、姉さんたちの気合と根性に期待しよう。メンヘラ地雷女と結婚したら終わる。メンヘラ女は正社員率が低いから、避ける意味でも稼いでる女を選択すべし。ペットだものいい関係。まあこれからは日本の治安は悪くなる一方だし、ドーベルマン買うと思って、いざという時には勇敢に戦ってくれる。そういう本能だ。まあセクス2年で飽きてからの脳科学的な離婚が多すぎたわけだからこれからは少しマシになるかもな。女の方が年上だと一緒に棺桶に入る寿命でいいんじゃないか。お前らって結婚諦めたん？理由は何なの？金が欲しかったら、平時でチェッコズル向けてるか、公開審査受けてからにしてね。大企業も見た目の美しさで採用してるし、もうほんとやってられねえわ。男は女に金出して当然だと思ってるわがままな年下女だと、結婚生活うまくいかなくなる可能性高いからな。女性にも経済力と解消を求めるのは時代の流れなのだろう。妻に経済力も家事全般も求めてるんだな。理想は紐か。20代の頃は俺も年上が好きで12歳年上の女と付き合って肉欲の沼に溺れたもんだけど、今となってはもうおばさんは無理。やっぱり若い子の方がいいんで14歳年下の子と付き合ってる。お互いに生活力と経済力を相手に求めるって、当然の流れに感じるけどな。年下好き例は女子、経済力、家事育児、性処理求める。好きで年上女子と結婚してるおすみなんでおっさん断ち切れてんの？まあ、経済力。というか、金銭の価値観が同等の方が揉め事少なくていいしね。全体の 25% でしょ？そんな多いか？俺の家族は親戚はほぼ姉さん女房だが、誰も離婚してない。唯一の例外は両親だが、4ヶ月おかんが誕生日早いだけ。男25女30はあると思う。男35女40はないと思う。今日定場にいたんやけど40代ぐらいの女性にお金もらってかけてる20代前半のイケメンいたわ。多分紐なんやろな。おじさんはお金で女を買う？おばさんはお金で男を買う？いいねー。は？私女なんですけど。やっと主婦増えて男女平等に近づくか。30年遅いんじゃねえか。共働きの話。辞めるに決まってるじゃないか。女が今まで普通にやってきたこと、したい仕事をしてる奴なんて世の中にそういない。辞めたくてしょうがないんだから。お前に何ができるの？できる仕事がないような奴が家事育児は無理だろ。1円ももらえないのに子供の便の世話をし続けられるわけがない。本当にこいつ派なんならできるんだろうな。家事育児ならできるんだってさ。働けよバカだよな。経済力も止めたら子供は諦めてよ。最終中年だけど、見る AV は変態熟女ものが多いですね。だるんだ、だらしない裸体に興奮する。うちの神さんも900あるけど、こなしだと都内でも暮らしは楽やで。今は新幹線に乗ると、ショートボブで化粧して、スカートとパンストとロングブーツ履いてる男子いるもん。というか扶養すんのだるい、女も自立しろや。明治時代に生まれた男性が国内にいなくなったっつ。若い娘にはない魅力が熟女にはある。熟女風俗嬢の大半はアップをペロペロ舐めてくれる。氷河期毒女をもらってやれよ。ババア、いやあなたしお金あるわよ。あなた可愛いわねー。
昔はおばさんも海物語打つくらいの金払ったのに、今はないよ。あんなんでいいのか、せいぜいスタバ行くくらいの小銭で。女が男を養う時代来たか。22歳男と28歳女が結婚したとして、男が30歳ぐらいの頃に男は若い女の魅力にハマるだろうな。ババカツか。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。